高原天保十三年は、江戸時代中期の新言修造。田島万福寺の第五十世、第五十二世住職。寺は、義長。属性は、有氏。学徳建備で、江戸期における田島の具法大使と呼ばれた。池田宗安の老子。田島国紀の先群湯島の祖宝家、山本旅館の出身。幼くして、田島国の名冊、万福寺に入山。 宗明は、光元。天明元年、24歳の時、高野三達中にて、弁学修行を行い完成7年3月26日、中流院の伝授を受ける。万福寺の第五十世を継ぐも、旧道のため、公認商人に代を譲る。伊沢昭和、目岡山松尾寺を道場として、アジャリリス氏、東空ら樹二21人に、中流院を伝授する。公認商人が、 文化2年に創生したため、満腹時、第52世として、再び住職になる。式季表輪25冊を購入し指定に抗議を行った。これより先、官営7年高野山の大東が落雷により出火。近藤、三掛堂、斎藤等が皆海人と化す事故があり、王藤、近藤は、ほどなく再建されたが、斎藤は、陶器章度に生まれ仮堂も、 また、急存すというありさまであった。そのため、完成6年、高野山正友院の、第37世、A サビが、斎藤再建の本願主となり、自己資金占領を基金として提供したが果たせず、志を継いだ、正友院、第38世、佐藤指導が、斎藤再建を幕府に願い出て、皇居を得ることができた。高原商人は、 この再建に取り組み、東本清掃し尽力。正とも陰閣道より以後、万福寺は本山へ、月州の推薦を経ず、商人号を名乗ることのできる、永代商人号を賜った。しかし、佐藤市の第二は再建することができず老齢のため、退任。第三十九世、上女が、この再建事業を引き継ぎ、苦心三端二十四年、天保五年に完成を見た。 高原商人は、大を経て、高野山学旅筆頭正智院上所の再建事業にも尽力を続け、文政3年9月21日、65歳の時、万福寺は、新言道場として、高野山と同格であるとして、元山より、ご遺言の伝授を賜った。晩年は、別名として、後見とも名乗っている。天保十三年宣へ。年八十七歳。墓は、 万福寺歴代住職園域にあり、江戸時代は神仏集合であったため、洋夫神社の別当寺である普賢寺の第十二世住職にも就任している。学徳兼備で、江戸期の田島の具法大使と言われ直弟子は二十一人いた。聖火の結城家は、古くから海外第一線と称された木の先温泉の外湯、市の湯の隣にあり、江戸時代初期の温泉案内所にも紹介されている。 老舗旅館、山本屋。ありがとうございます。